キーナイフィヨルド国立公園キーナイフィヨルド国立公園の11980年12月2日、アラスカ国家利益土地保護法によって設立されたキーナイフィヨルド国立公園は、アラスカ州南をのキーナイ半島に位置し、スワードの町に近い米国の国立公園である。公園には、米国内最大の表現の一つである、ハーディング表現がある。公園の面積は、 2833、京28平方メートルである。アンカレッジから南南東へ126キロメートルに、ある、スワードの街から行くことができる。年間、約25万の訪問者を受け入れており、静かな国立公園の一つではあるが、アラスカにしては極めて観光客が多い。2006年の来園者数は25万1630人。 車で行ける、アラスカ州内のわずか3つの国立公園の一つで、エグジット氷河の入り口から入れる。そこからのんびり歩いていくと、見応えがある氷河の末端にたどり着く。公園に行く、もう一つのよくある方法は、スワードから始まるボートでの日帰りツアーである。道中で、海洋動物、キリカッタ、フィヨルド、長官氷河が観察できる。その他の方法で行く場合は、 大掛かりな計画と未開地の旅行が必要になる。フィオルドは崖や切り立った斜面の間に位置する狭い入り江である。フィオルドは沿岸地域に接する山で氷河がかつて形成された場所にある。ありがとうございます。